ドンさんがチャーということで、今日は何の日ですか。今日はちょっとカンゴールだったそう、今日はお待ちかね、皆さんお待ちかねのドレキャンの日です。結構なんかみんなあのコロナとかで外出できなくて、もう鬱憤溜まったっぽいんでなんかみんなふわーって感じなんですよ言いながらソロキャンそう、本当はなんかあの各々楽しむはずだったのに、なぜか僕のところにわちゃーって言ってもだよねって感じされたさすがです。そんな感じになっちゃいました。ということで第1回目ですね。ですね。ここはなんていうところでしょう。ここは湯の花アイランド、湯の花アイランド RV パーク、岐阜県の蟹市でもほぼ愛知ですね。そうですね近いですね。はい、来てるのがすごいですよ。なんか自販機ある、トイレある、流しある、電子レンジある、電子レンジある、ポットある、あるお風呂ある、お風呂ある、スーパーもある、もう何も困らない。こんなイージーな車中泊あっていいですか。シャコタンも OK、 シャコタンも OK 超イージーですねちょっとあの3回目ぐらいからレベル上げません。そうですね、あのちょっと苦戦する感じの面白そうじゃないですか。ガリガリバキってやつですね。しかも僕気づいたんですけど、あのなんだかんだこう一緒にやりましょうって話をしててとか言ってる社長が一番気合い入ってた。なんか4万も5万もいっぱい買い込んでベッドキットがこれめっちゃいいんですよね。カーテリーさんも知ってる。カーテリーの、ルシオールオリジナル。え、そうなんですか。これコラボですね。コラボすごくないですかこれ。まあ、おいくらですか。14万8000円。14万8000円ですよ皆さん。え、やばいですか。いやでも作りがねものすごいんですよ。確かにこのまずここの木の厚が厚いのとクッション性がめっちゃいい。これ他のこういうタイプってこんなにクッション効いてないと思う。そうですね。とあとこの柱の部分が結構もうなんかボーンと置くだけとか、 あの荷物乗せるの邪魔だからそれをまたバラして下ろさなきゃいけないってあるんですけど、はいはいはい、これの場合横にしかついてないんで。あ、本当だ。天板下ろしたら荷物全然乗せられない。そうなんですよ。普通あのここにかぶせて、いやちょっとこっちでここ水切ってあるじゃん。ここに板がはまるので、はまってこの高さ合わせてスチールのフレームがこうやってあるんですよね。そうですね。とかが多いですね。これ段数もここネジの部分変えれるんで。これはない、他のやつでないですね。これなかなか僕も自分でオリジナル作ろうと思ったんですけど、いろいろ考えてきてるに、いやハーテリーさんのすごい出来上がってるじゃんって話で。そうなんですね。これはめっちゃいいですね。で、四方さんと話して、ベッドの板の配列がちょっと違うんですよ、うちのやつは。うち、横の3枚並びの板なんですけど、四方さんのとこは左右に1枚ずつと、横に1枚、大きいのが1枚って感じの、4枚ピースになってるんですけど。横横横のがいいですかね。横横の横の方が僕は、そのまま板ここに3枚重ねて、椅子も起こせて、っていう使い方。でもなんか3人乗り仕様ができるのは横横ですよね。なんでその用途に合わせて選んで。なるほど。ということで今日は楽しい楽しい車中泊夜が楽しみですね。今なんかやっちょくんが布団で寝るっていう噂が。そう、僕もなんかあのさっき小耳したんですけど、やっちょくんなんかどっかその辺で寝るみたいなんでどんな車中泊してくれるか楽しみですね。まずあれですね、布団を借りに行くってところだったね。どこの民家に借りに行くのか、ね、そこからですか。やば期待して。じゃあちょっと皆さんの様子も伺いながら進めていきましょう。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあということで皆さんの車を見ていきたいと思います。ということでちょっとオーナーさんがあの恥ずかしいらしいので声だけでいいですか。声だけで。じゃあオーナーさん、これ車トレーラー、トレーラーなんていうトレーラーだこれ。ホビーっていうメーカーですね。あ、ホビーってメーカーなんですか。メーカーです。ちなみにこれってなんか免許いるんですか。免許います。牽引免許。牽引免許。このサイズいるんですね。ちなみになんですけど、何で引っ張ってこられたんですか。プラで。プラと、え、プラで高速乗りました。高速乗ってきましたよ。どんな感じなんですか。でももう80キロは一生懸命ですね。80キロ走れるんですね、一応。すごくないですか皆さん。ちなみに部屋の、あ、中、なんか中で寝てるらしいので見えないんですけど、部屋の広さだとどのくらいあるんですか。見える何畳ぐらいですか。溶接ベッドはクイーンが一つ。クイーンクイーンみたいな。マジですか。で、あとシングルの2段ベッド。あ、ベッドそんなに入ってるんですか。俺の部屋より立派じゃないか。すごいですね。ちなみにどうやって前向きで突っ込んだんですかこれ。これはいいですか、あそこ
こう、あとタイヤの前ね、モーターが。タイヤの前。そうそう。え、何ですかこれ。これで。いや、すごい。リモコン、ラジコンで動く。え、ウィーンって動くんですかこれ。すごい。あ、本当だ。すごいなこれ。え、何これ。マジやん。何ですかこれ。こういう向きですね。え、ちなみにですか、これまっすぐしか進まないですか。もう戦車のもう。360度回転。じゃあ普通に曲がれるんですか。曲がれるんです。すごい。すごい。こうなるんですね。すごいすごい。すごい遅いです。やば。ブレーキはないんですねやっぱ。これは慣性ブレーキって言って、あのブレーキちゃんって言ってる。あ、ついてないですか。これ何ですかこれ。あ、それ。あの水が落ちるやつ。あ、流しがなんかすごい。ちょっと待ってこれ見てほらすごくな。でっか。いや、え、待って、ちょっと手広げてみて。めちゃくちゃでかいやん。これ全長何メーターぐらいあるんですか。7メーター。7メーターもすごい。7メーターって2メーターはるかに。プラの倒したらまあまあでかいですね。すごい。幅2.5。大型トラックですよね。すごい。やば。すごいなこれ。いや、ここが2段目。あ、小窓が2つ。あ、じゃあこの車に合わせて作ってあるんですね。すげえなこれ。やっちゃおう。すごい。ちょっとなんか見れんかったら残念だな。残念だな。はい、オメちゃんの車中泊チェック。イエーイ。さあ、オメちゃんの車中泊チェック。あげ、開けろ開けろ。あげ、うわ、あ、向こうか。向こうだったわ。こっちや。おお。あ、まあみんなベッドキットつけちゃって、ここ寝るの。まあ行きますけど。寝てみて。寝れるこれ。寝れます。長さ足りんくない？おべちゃん。いや、僕基本的にまずあんまり足伸ばして寝ないんで。まっすぐ寝れない。まっすぐで寝ようと思ったら斜めに行かないと。マットレス。軽バンってこれいいよね。このどうやっちこれ。いやー、これね地味に高いだよこれ。あ、そうなんですね。これくらいだった。まあまあいい値段する。これくらいだった。え、これだって4、3万いくらか4万ぐらいしたんだよね。ね、このスチールのフレームにさ、この木これが3-4万。誰でも作れる。ワンちゃん作れそうだよなこれ。いや、作れますよこれ。ね、これ下手なしたらパイプリンやの。そうっすね。じゃあね、次とくるわ。バイバイ。さあ、むーちゃんの車中泊チェックしちゃうよ。おめちゃん。はい。まあ、この車は何と何が足されてできたでしょう。まあ、アトレと。何のアトレと何のアトレ。Pさんとかやっちゃくんが乗ってた。トカだって。乗ってたシルバーのと、熊谷くんの。正解。どっからどう。あ、なん。きっとベッドキットついてるね、これ。みんなして鍵閉まって。なんで？あれ？どこで寝るの？おい。おい。おい。下ろして。あ、エアベッド。エアベッド？何エアベッド？それぞれ寝方がありますね、いろんな。エアベッド。これ？いや、これは掛け布団。何何何エアベッド？これが膨らむとか。いやいや。何エアベッドって呼ばないってこと。なんすかこれ。なんすかこれ。一発。何で膨らむの。膨らました。いや、まだです。いや、時間かかります。え、かかるの。このためにか。そうに、エアーベッドとか一等枝を持ってきちゃってね。行こうか。はい、行きましょう。ボッシュ。ボッシュ。こんな甘え。ボッシュ。甘えだよね、これ。こんなんで寝るの。ボッシュ。あ、動画初やん、これ。よしな、エブリバー、車中泊チェック初やん。プライベートボール。あのね、皆さん、ミヨッシーの競馬ね、バカにできないからね。これ、一見普通のさ、なんかあの、宅配便が使ってそのバンでしょ。外装はマジで普通なんだけど、いやいや。だけど、中が一番この車、キャンパーっぽい。見せる。見せようか。見せようか。しょうがない。しょうがないな、とか言ったぞ、今。そう、後ろ見て。え、もう見せたの？おいしゃな。ちょ、見て驚くなよ。さあ、オープン。何これ。
や、すごくない？すごくない？これやばこれさ、ほらあ、今ちょっと布団にいちゃったからね。あれほらすげえ、すげえよこれマジで。棚これつけてないよ、ここに棚つけてない。これあの入るんだよ、思ったけど、一応つけれるんだけど、うん、ない方が良くない？ない方がいいと思う。多分カタカタ言わしてるの。カタカタ言うし、なんか置くもん中途半端じゃない？このやば、滑ってきそうじゃない？一応ここにね、一応あるんだけど、すごくない？これぴったり車用で、でしかもね、これマットもほら、しかもね、下がフローリングやばくない？フローリングだからな、これやば、やばでしょ。マットを敷いて、寝るようになってる。こっちこっち、ほら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 、何これ、ちゃっかりしとんな、これ見て、これ冷蔵庫やばい、怖くない？めっちゃ冷えとる、これ刺身が冷えとる。これどうやって動いてんの？これはモバイル電源。何これ、高いやつやん、これ。ん？うん、まあ、でも、3時間ぐらい動かして。結構持つな、これ。これ500ワットだからね。だから、なんか冷蔵庫は意外と持つなっていう、実験しとって今。ね、あ、実験なの？どんだけ持つか。実験、実験。初めてやるから。でもさ、3時間回して、まだ全然じゃん。でしょう。すごいね。全然、これマックスで動かしてるから、まあ、レベル。やば、めっちゃいいな、これ。いいでしょ。あ、これはね、普段からトラックで使ってるやつで。あ、そうなんだ。そう、わざわざ下ろしてきて、トラックの。わざわざここで使ったの？今日のために。で、これで動かしたろうと思って。え、これ何だ？これは、乗っかってる、あの、あ、そういうこと？そうそう。この車よ？そう。すごい、これもついてる。え、ここもフローリングやん、これ。全部フローリングやん。これ剥がしたら、本当に1枚開いたり。すごいでしょ、見下ろして抜くのが一番キャンパーっぽいよ、これ。間違いない。ほら、これも。しかもこれ、低反発だから、これ。ほら。ちゃっかりしとんな、これ。ちょっと内装交換しよう、今から。ちょ、ね、寝るのが楽しみだ、これ。ね。いいね、これ。こんな感じでね、見下ろしてくんの。一番外装が地味だけど、上に一番激しい。何があるの、これ。上に収納。収納になってます。なんか寝袋とかしまって。すごない？ほら。ここにも荷物が。棚ある、ほら。棚もある。引き出しついてる。引き出しが。何やこりゃ、何やこりゃ。テーブルもテーブルも持ってる。あ、いいやん。これはね、外せるのがあったから。ほんとだ、ここで座ってなんかできるやん。ここに座るの？違う、ここに座って、ここでなんかできるやん。ここに座っちゃうんだろ。すげえ。でしょ、一番いいでしょ、これ。これやばいわ。そう。でも閉めると、ピッ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 、ついてないんかい。そうでしょ、これさ、窓もこれだから、ね、パンドパーウィンドウ、めっちゃ意外じゃない、これ。めっちゃ意外だよね。マジか、割れちゃうよ。欲しくなったでしょ。予想してたの違った。思ったより違ったでしょ。じゃあ次行こうか。それではクマちゃんの車着チェック。クマちゃんすげえだろうな。しなくていいんすか。なんかいっぱい見て、何持ってきたのこれ。僕は、いや、ちょっと待って、見てこれ、やっちゃおう。いっぱい入ってる、なんか、インスタント食で、非常食。まず、これは朝飲むコーヒー。みんな、いろいろ持ってきたな。と、鍋。なんで？いや、一人鍋しようと思って。一人で鍋しようと思って。なんかさ、一人暮らしの男性って感じ。そう、一人暮らしの、一人暮らしの男性。ガスコンロも集めてきました。で、ガスコンロはあるんで。なるほどね。はい。車もかっこいいね。熊谷くんが入ると画角に入らないんですよね。熊谷ちゃん、ちょっと聖地決めてくれる？ちょ、これさ、自作らしいよ、これ。これは僕が自分で作りました。これ自作だって。あ、木切って、フェルト貼ってって感じ。寝るの？寝るのはここっすね。こっち。もう何の？やっぱ、これは荷物置き場っすか？今、クソどうでもいいかもしれないですけど、人より長いんですけど。何が？あの距離が。あの、みんな倒してないじゃないですか。ああ、全部倒さんと届く。クマちゃんだって2メーター6センチあるから。足らないよね、これも。足りる？いや、足りますよ。こんな部分何センチ？え？知らないっす。足あっちまでいくでしょ。はい。やばいよね、長物だからね、クマちゃん。長物って。ということで、じゃあ次行きましょう。はい。お邪魔します。さ、電気もちゃんと取れるんだ、これ、ほら。これスイッチ押すと、これ、照明とさ、コンセントとさ。うますね。すごいでしょ、これ。で、一番しょぼいね。これそこで寝るの。ほらほらほら。ほら来た。ほら来た。ほら。ここで枕ね、これ。はい、次行ってみよう。なーんそれ。ちょっとやってみて。これ4個で1000円。8? 4個で1000円。安くない？ Amazon で。どういう、あれで光ってるの？電池。充電池が入ってる。あ、充電器。単4電池3本。
あ、対応図。そうそうそう。まあ別にそんなつけないからいいかなと。こんな感じでね、俺ここで寝ます。はい。これはこれでいいでしょ。それはこれで、まあ安牌。だって、ちょ、よしの顔、ちょ、見て。俺の方がいいし、みたいな顔したい、今。どっちがいい？だって、ここの空間から俺疲れたんだよ。ちょ、ここは、ウーファー入れる場所や。いらない。ウーファーいるよね、絶対。キャンプ、いらない。キャンパーじゃない、これ。作業者。じゃあ、俺のこのコンセプトは、だって座れないじゃん、ここに。例えば座って、俺のだったら、ここにテーブルがこのぐらいにあって。座る？座るかもしれない。あ、でもあれですよ、エブリーバンだからできること。そうそう、バンだもん。俺のワゴンだもん。雨降りとかに。聞いてないわ、でも。飯とか食える飯食える。でも、俺のコンセプトで、作業所にもなって、カスタムカーにもなって、車中泊もできる仕様だから、まあ、いいとこ取りして。そう。あと、俺の椅子見てよ、これ。みんな見て、これ。すごい、これ。俺がさ、ちょっとこれ、アマゾンでさ、7,900円で買ったんだけどさ、これマジやこれいくらに売ってたの？ちょっと違うんだな、ちょっと、座り方があるのこれ。違う、これまず座って。まず座って、で、足でピッてこっち持ってくる。そう。どれくないこれ。寝れるっしょ。俺今日ここで寝るさ。これいいなと思った。ちょ、これめっちゃいいよ。見た瞬間、いや座ってないけど。座っていいなって。めっちゃいいよこれ。ありでしょこれ。これいいよ。はい。こんな感じね。じゃあ。行ったね。ここで寝るんだね。ここで。皆さん聞きました今。ここで寝るって言ったよね、やっちょ。次行ってみよう。これはオーナーさんはいないのかな？オーナーさんがおられませぬ。何これ、これなんだっけ、ハイゼット。お、なんか居抜いた、びっくりした。オーナーさんこんにちは。オーナーさんこんにちは。あのハイゼットのちょっと説明してもらってもいいですか？はい。お、そうですか。なるほど。ほう、なるほどですね。はい、ありがとうございます。ありがとう。何も伝わらなかった。そうか、なるほどな。何て言ってる？どういうことか。何て言ってる？ハイゼットですって言ってる。はい。また出たよこれ。出たよこれ。魔改造された。これもオーナーさん不在？いないやん。まあみんなどっか行っちゃったやん。あれ？このさ、発想力はね、俺すげえと思う。見てください。ちょ、俺気になった。シャコタンって書いてます。シャン。ちょっとこれさ、なんかの R、なんて RX、なんかのシルビアと RX。 違う、それもう古い、それがそう新しくなって、これなんだかな、レクサスのなんかのね、スポイラーついた。ちょっとあの、まああの、ちょっとオーナーさんごめん、かっこいいかかっこ悪いか別として、発想力はすごい。いや、そうや。この発想力はちょっとね、やばい。あ、これ、阪神の前、エブリーの、覚えてる、はいはい、の阪神タイガースファン。そうのメインか。これバカかっこよくない、この野郎。すごいよね、これ。どんだけ手間かかるんやろ。ねえ、しかも本当だよね、これ。何段塗ってんのって感じ、これ。俺のエブリより激しいやん、これ。何？ゴールド、黒ゴールド。あ、でもゴールドが地味に色違う。ちょっと気にせえか。ワットブラックになってたり。ね、え、これ色違くない？こことここ。違います、ね。違うよね、これ、はい。これ塗装や泣かせだわ。あ、ここも塗ってる。てか、ワイド、ロング、ハイルーフ、はい、あれ、オールフか、これ。あ、ハイルーフか。ワイド、ロング、ハイルーフ、これはバカかっこええわ。これレベルが違う。で、これがルシオールの社長のエブリーです。遅いですよ、社長。ちょっと挨拶回りが長すぎて。そうなんですか。
feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I breathe.